申し訳ありません。以前にもお伝えしたように、うちの棟梁はもともと感情の起伏が激しいのです。そのことで皆さんにはいろいろとご迷惑をおかけしてしまいました。この件に関しては彼も非常に自分を責めています。はい、本当のことです。ですので荒滝は同じ症状を持つ友人には深く共感するところでして、私たち荒滝助け合い組もこれを機に結成されました。彼らはすごく誠実で純粋なんです。ただ残念なことに、彼らの症状を治す方法は今のところまだ見つかっておらず。ああ、私ですか？いえ、私は全然大丈夫です。ん？旅人、ちょうどいい時に来てくれた。上杉さん、うちの棟梁は確かに人よりも興奮しやすく、感情の波も強い。それはこちらの友人も認めるところでしょう。しかし私たち荒滝助け合い組の船員たちは皆心の優しい素直な人間ばかりです。旅人さんまで荒滝派の方を持つなんて、もしかして僕たちはずっと荒滝派を誤解していたんでしょうか？確かに筋が通っていますね。荒滝派の2番手には留学の経験があり、法律にも長けているのだと大和田与力から聞きました。このような人材が荒滝派を選んだのにもきっと理由があるんでしょう。しかしあの3人があちこちにチラシを貼ったのは確かで、住民からはすでに多くの苦情が来ています。このまま釈放するわけにもいきません。その件については改めてお詫び申し上げます。守たちは困っている人をもっと助けたくてやったのでしょう。ただ焦るあまり皆さんにご迷惑をおかけしてしまいました。ですので荒滝助け合い組が責任を持ってきれいな生活環境を一刻も早く皆さんにお返しできるよう努めさせていただきます。しかし彼らの手を借りることができないとなると、私一人で片付けるのはどうしても効率が悪く、あまり長引くとまた苦情を言いにいらっしゃる方が増えましょう。そうなれば対処のためまた皆さんにご迷惑をおかけすることになるかもしれません。それは、はあ、わかりましたよ。彼らを連れてきます。ただし今回限りですよ。やっと助かったぜ。言ったろ、忍の姉子は絶対俺たちを助けに来てくれるって。おお、荒滝派復活。申し訳ございません。これから町のために貢献できると思うと少し興奮してしまうようでして。君たちという人は、チラシは全部綺麗に片付けてもらいますからね。それと住民たちにもきちんと謝って許してもらうんですよ。もちろんです、ご安心ください。そうだね、あんたたち。はい、もちろん。俺たちは必ず任務を遂行してみせる。こいつら本当に釈放していいんですか？また面倒なことを起こしたりしないでしょうね。本当に釈放していいのかな。それじゃあ姉子、俺たちは
先に謝ってきた方がいいよな。早速行こうぜ。遅くなると。待った。先月はスミレ売り焼きで消火隊に通報されそうになり、5日前は夜中に豪華会をやって大きな歌声で住民に迷惑をかけ、今日はあちこちにチラシを貼って、あんたら1ヶ月で何回捕まったら気が済むわけ？今回チラシを貼ったのはみんなに新滝派の名を知ってもらいたかったからで。言い訳はいらない。本当は右手に用事があったんだが、どうやらまずあんたらを懲らしめないといけないみたいだね。助けて。俺たちを助けるんなら最後まで助けてくれよ。さもなきゃ奉行所に残された方がマシだ。マジかよ。アメゴ、落ち着け、落ち着けって。命拾いしたね、あんたたち。今日はまだ用事があるから、残りは明日にしておく。わかったか？え？明日も続けるのか？は？わかったわかった。姉子は用事を優先してくれ。ふん。どうして見てるだけなんだよ。俺たちがどうなってもいいのか？それもそうだ。考えれば考えるほどもっと怒るって可能性も。でも明日になったらまた懲らしめられるんだぞ。ああ、忍の姉子、明日も用紙があればいいのに。そうだ、姉子の足を引っ張って明日まで手が回らないようにすれば。それはまずいだろう。もしまた姉子の邪魔をしてことがうまくいかなかったら、さすがの親分も俺たちをかばいきれないんじゃないか。それに万が一姉子にバレたら、考えただけで鳥肌が立ったぞ。いやいや、俺たちはただ見に行って時間を稼ぎたいだけだ。ここで何もしないってわけにもいかないしな。もし俺たちを信用できないのなら一緒に来てみればいい。あ、そうだ、その間俺たちを監視したらどうだ？ただ見に行くだけなら大丈夫だろう。何か他の案が見つかるかもしれないしな。それに旅人が隣にいてくれればバレても何とか言ってごまかせるし。そうだよな。この前の話によると姉子は右遊亭へ向かったはずだぞ。こっそりついて行って臨機応変に行動しようぜ。1階にはいないみたいだ。上かな。本当に上に行くのか？ちょっと心の準備をさせてくれ。こちらの方々はお食事にいらしたのかしら。そのようには見えないけど。それ。さすがエリカ、
また手芸が上達しておる。それじゃあお前が先に行くか。やっぱり俺は逃げ道を確保しておくよ。静かに上がっていくんだぞ。慎重に、ゆっくりな。こちらが以前推薦した久喜忍さんです。お初にお目にかかります。久喜忍です。リーユへ留学したことがあり、法律の知識を多少身につけております。この度はお会いできて光栄です。久喜さんたらご謙遜を。私もあなたと共に仕事できることを楽しみにしておりました。彼女が凄腕の持ち主であることは同心たちの間でも評判です。仕事の方はどうぞご安心を。そのお言葉を聞いて、ますます久喜さんが初出勤される日を伺いたくなりました。ありがとうございます。この仕事が私に務まるかどうか、座ってからゆっくりとお話ししましょう。あら、私ったら気が早すぎましたわね。久喜さんの言う通り、挨拶が長引いて料理が冷めてはいけないわ。お食事しながら話し合いましょう。これが優れた才能を切に求めるということですね。アキラ、ゲンタ、お前ら聞いたか。忍の姉子は面接に来たってことかよ。あの天領奉行の天狗もいる。あの生意気な天狗までが敬意を持って話してるなんて。部屋にいるあの女、まさかどっかの偉いやつなのか。バカ、あの天狗は幕府の大将だぞ。彼女はきっともっと偉いやつだ。誰だろうと、姉子は幕府で働くつもりだ。絶対間違いないって。姉子がいなけりゃ荒滝派の今後は。早く戻って親分と対策を考えようぜ。親分は近くで鬼カブトムシを探してるはずだ。姉子とあの天狗にバレないようにしないと。まずは戻って親分と相談しようぜ。姉子とあの天狗にバレないようにしないと。まずは戻って親分と相談しようぜ。になった。やっかいしゃ。はあ、慌てんじゃねえ。荒滝派の人間はどんなに激しい嵐や山でもそれを乗り越えられるんだ。で、偉いことってのは。忍の姉子が荒滝派を辞めてあの天狗女のところで働くつもりみたいなんだ。何？忍がここをやめる？おい、冗談を言ってるんじゃねえよな。親分、本当だって。俺たちがこの目で見たんだ。そうだな。ちくしょう、あの天狗が忍を狙ってるのはとっくに分かってたのに。あれだけやがこんないい仲間を抱えてることに嫉妬して俺様から引き抜こうとは。あの天狗め。でもあいつらはすでにいつ働けるかって忍の姉子に聞いてたんだぞ。面接だなんて単なる形式的なもんなのかもしれない。3日に1回面接する俺様の経験から見て、あいつら
絶対裏で繋がってたんだ。ん？それも一理ある。荒滝派にいりゃ、毎回勝ち取った歌詞を忍が先に選べるほどの好待遇なんだからな。でも幕府の俸禄って日給だけで俺たちの歌詞を何日分も買えるって聞いたんだが。でもよ、俺ら荒滝派の仕事は幕府のなんぞより楽だろ。考えてもみろ、あの天狗毎日苦しそうな顔して。でも楽してるのは俺たちだけみたいじゃないか。捕まるたびに忍の姉子に迷惑かけて助けてもらってるんだから。まさか今回チラシの件で捕まったせいで姉子は俺たちに失望したとか。やっぱ誤解じゃねえのか。俺たちのせいだ。忍の姉子を怒らせてやめたいと思わせたのは俺たちだ。親分、どうすればいい。荒竹は忍の姉子がいないとダメなんだ。お前ら一緒に住民たちのとこまで謝罪しに行くぞ。それと俺らのチラシも全部片付けろ。え、親分、そのチラシは親分が何ヶ月も苦労した末にやっと書けたやつだろ。もちろんそうだ。だが忍に俺らの誠意を見せるにはこの手しかない。親分それとお前に頼みがある。忍の面接を受けてくれ。お前が荒竹派に入りたいと言えば荒竹派の前途に対する忍の見通しも変わるはずだ。お前と忍二人の天下第二にこの荒竹天下第一一党を加えれば幕府を超える程度なんざちょろいもんだぜ。おお、さすが親分、やっぱ荒滝が最高。どうだ兄弟。じゃあ忍の方はお前に任せたぜ。野郎ども謝りに行くぞ。それでは今後の段取りについてはできるだけ早く久喜さんにお知らせします。もういい時間ですので私はこれで。次回は天領奉行府でお会いできることを楽しみにしています。嬉しいお言葉ありがとうございます。ん？あんたいつ来たんだ。ん？まあいい、私に何か用事でも。また元太たちがやらかしたのか。面接だって？あんたが荒竹派に？変なものとか食べてないよね。真面目に言ってるのかよ。変なものを食べるよりまずいじゃん。荒滝派の事情ならあんたも知ってるはずだろ。どうしてそんな思い詰め、そんな考えを持ったんだ。
なるほど。でも遠くで見てるのと実際にその中に身を置くのとでは結構違うよ。ちょうどこれから町に荒滝派の日常事務を処理しに行くんだ。見習いと思ってあんたもついてきてみればいい。見習いが終わってももしまだ荒滝派に入りたかったら、まあまたその時にしよう。よう、忍ぶじゃないか。暇なら寄ってかないかい？大丈夫です、志村さん。私は荒滝派のチラシの件で謝りに来ました。ああ、あの件か。それならもう大丈夫だ。お前さんの親分が子分を連れて謝りに来たからな。チラシをすべて片付けた上に店先まで掃除していってくれたわい。待ってください。それは本当に荒滝派でしたか？その手下を率いてた人は頭に角とか生えてましたか？ああ、彼らもやっと心を入れ替えたようだな。まさか信じられない。うん、つくも仏へ行ってみよう。つくも仏へようこそ。何かお求めですか？すみません、葵さん。私たちは荒滝派のチラシの件で。あ、チラシのことですか？もうすでに片付けていかれましたよ。ぜひ賠償もさせてくれと言われまして。もともと大したことではありませんので、代わりに適当なものを買ってもらうことにしたんです。そしたら4人で輪になって話し合い始めて、ポケットの中にあるモラをすべて取り出したかと思ったら、店の中で一番値段が高いものを買っていきました。え、まさかあいつら本当に自分の間違いを認めたの？もう一人謝らなきゃいけない人がいる。とりあえず行ってみよう。それ。あ、綿棒のお姉ちゃん。聞いて聞いて、あの角が生えたお兄ちゃんが昨日奪ったお菓子を返してくれたんだよ。そうなの。私もお菓子を用意したからあげるよ。もし次にあいつらから札遊びに誘われたら。大丈夫だよ。もう二度と僕のお菓子を奪わないって約束してくれたから。本当に私が知ってる荒滝派なの？いや、この目で見ない限りは。ん？お兄ちゃんたちなら下にいるよ。お兄ちゃんたちなら下だよ。本当にあいつらだ。信じられない。おい君たち、また悪事を働いているのか？豪快だよ。俺たちは片付けをしてるんだ。天領奉行のやつってよ、もっと長い目で人を見れねえのか？いきなり人を罪人扱いするだなんて、道理で無実な人ばかりが捕まるわけだ。うん、同心の方、すみませんでした。彼らは少し興奮しているだけなので気にしないでください。あ、姉子と旅人だ。これで助かったぞ。不思議に思われるかもしれませんが、彼らは確かに町を掃除しています。町の人が証明してくれるかと。しかし、ある集団があちこちにチラシを貼ったという苦情を受けたと聞いた。そのチラシに載っているのは明らかにこの角の生えたやつだろう。表情までそっくりだぞ。まさか天領奉行のバカどもでさえも
俺様の絵の魂ってもんを感じ取れるとはね。認めるのか？それならやっぱり君たちを先に奉行所まで連れ戻さないと。待ってください。説明しますから。ここで何を揉めているのですか？ノリカ様、お恥ずかしいところをお見せしました。彼らが警官を破壊するのを止めようとしているところで。誤解だって言っただろ。お前聞いてるのか？君たちはあちこち落書きをして何回も奉行所に捕まったことがある。どれも誤解じゃなかったはずだ。それは今度は本当に違うんだって。同心の方、こちらの久喜さんは私の事業の仲間ですが、約束を守る誠実な方です。もし彼女の仲間が本当に過ちを犯したならば、彼女はそれをかばうような方ではありません。とりあえず彼女の説明を聞いて差し上げては。何しろ数日後からは一緒に仕事をするのですから、今関係を気まずくするのは良くないと思います。一緒に仕事をする？もしかして九条サラ様からのあの命ですか？わかりました。それでは事情をお聞きしましょう。はあ。なるほど。君たちがチラシを貼ったけれど責任を持ってそれを片付けている。確かに今回は先入観による誤解だった。すまない。いえ、元はといえば私たちがいつも皆さんにご迷惑をおかけしているせいでもありますので。誤解が解けたなら何よりです。今度はお互いきちんと話し合ってから判断しましょう。はい、もちろんです。親分、今の話、忍ぶの姉子もう腹を決めたってことか？ああ、どうやら俺様たちもそろそろ決断しなきゃならねえようだ。プラン B を実行するぞ。待って、何をする気？忍ぶの姉子、これまで世話になった。え、ちょっと待って、どういうことだよ。忍ぶ、これはお前への選別だ。俺たち新たき派全員のモラを集めてつくも物で買ったんだ。幕府の俸禄に比べりゃ大したもんじゃねえかも。慰で作った腕は、こんなもん一体何の意味があるんだよ。忍ぶの姉子、天領奉行に行っても俺たちのことを忘れるなよ。俺たちは正しい人間、あと鬼として振る舞い、面倒事を起こさないようにできるだけ姉子を困らせたりしない。待ってって、誰が行くと言ったんだよ。それと先週姉子が探してた菓子、実は俺がうっかり食べちまったんだ。俺は先月勝ち取ったおもちゃを隠してた。なのに姉子に聞かれた時、もう壊れたって嘘ついちゃって。おい、泣くな。笑って忍ぶに別れを告げるはずだろ。俺様たちはあなたじゃだぜ。忍ぶはな、新たな自分の道を見つけたんだから、喜んでやらないと。親分、そうだ、親分の言う通りだよな。やっぱ新たきは最高だぜ。ちょっとあいつらに影響されるなって。彼らが久喜さんのおっしゃっていた新たき派ですか？なかなか面白い人たちですね。ええ、お恥ずかしいところを見せました。あ、皆さんに自己紹介をしていませんでしたね。私はノリカ、稲妻とリーエの間で商売をしている商人です。最近は天領奉行と新しい薬に関する商談をしています。
え、商人またお前は幕府の偉いやつじゃなかったのか。ご冗談を。私はただの商人で、福袋の外傷にいい薬の販売権をたまたま譲ってもらっただけです。ですので戦うことが多い天領奉行にうちと長期的な供給関係を築くことに興味がないか伺っているのです。国をまたいだ商売はやはり複雑でしたが、幸い九条沙羅様が両国の法律に精通する法律家をご存知で。それって忍の姉子のことか。いかにも。久喜さんのおかげで交渉もうまく進めることができました。まだ半月くらいはかかりますから、しばらくは皆さんから久喜さんをお借りすることになります。あいつらが面倒事を起こさない限り、私は結構暇なんです。あ、そうそう、久喜さんをお借りするお礼に、よろしければこちらの新しい薬の試供品を受け取ってください。久喜さんから皆さんも外傷を負う時があると聞きました。どうぞうちの製品を使ってみてください。まさか、本当に商人だったとはな。これはお前らの勘違いだったことにはとっくに気づいてたぜ。忍が辞めるわけねえだろ。こんなに大騒ぎして送別式までやっちまうとは。このプラン B は親分のアイデアじゃ。もういい。俺様は先に筑も打つに行く。この腕輪がまだ返品できるかどうか聞いてくる。親分、俺たちも行く。待ってくれ。待った。先週の菓子に先月のおもちゃ、あんたら他にはどれだけのことを私に隠してるんだ。その実は。どうせあんたらさっきもらった新薬を持ってるんだし、その効果を今試してみようじゃないか。逃げろ。それじゃあ姉御、俺たちは先に謝ってきた方がいいよな。早速行こう。待った。先月はスミレ売り焼き。あんたら言い訳はいらない。俺たちを助けるん。こいつらに同情することはない。これは当然の教訓さ。つまり規則を作る必要があるってことか。確かに明確な条例と
それに対応する処罰があれば、船員の行動をよりよく正すことができる。もしかしてあいつらがなかなか行動を改めないのは、荒滝派に規則がなかったからなのか。おい、あいつら何を話してるんだ。よくわからないが、もう殴ってこないってことか。なるほど、考えさせてくれ。荒滝派ガイドか。勉強？まさか俺たちに本を暗記しろとでも言うのか。マジか。だったら殴られた方がよっぽどマシだぞ。おい見ろ、忍の姉子がこっちを見てない。今のうちに逃げようぜ。確かに暗記させてしまえば、行動する時も程度というものを把握できるだろう。ただ奴らの性格を考えると、暗記するまでは宿題を増やして毎日暗記を抜き取りチェックしないと。あれ、もういない。こっちは天守閣と奉行所だから、逃げるとしたらきっと反対側だ。放っておくとまた面倒を起こすかも。悪いが、一緒にあいつらを捕まえてくれ。早く。アイサ戦闘の旦那が何かを見回してるような。どういうことでしょう。起きろ。ここで何してるんだ。忍の姉子、どうしてここに。ちょっと、あなたたち、予算地の屋根で何してるんですか。あ、すみません、今すぐ降ります。無茶にも程があるだろう。瓦が割れなくて幸いでした。もし割れていたら、あちこちを修理することになり、アイサ戦闘も閉めることになってしまいますから。すまない。申し訳ありません。しっかり叱っておきますので、もし後になって破損が判明した場合、私までご連絡いただければ、荒滝派が責任を持って対応させていただきます。花見坂におりますので。今回のことは大したことではありません。ただこのままこうやって毎日はしゃぎ回られたら、遅かれ早かれ何か起こされることになるでしょう。あなたは道理のわからない人ではないはずです。もっと手下の管理について考えた方がいいと思いますよ。はい、ご理解ありがとうございます。町のためにも、荒滝派自体のためにも、一刻も早く彼らに規則を遵守させられるよう努力します。ちゃんと改めるから、ちゃんと。いいか、あんたら、今日から荒滝派の波中ハットをしっかり守ってもらうぞ。波中ハット第1条、他人の所有物を傷つけるな。違反した場合、被害者に修理費と遺失利益を全額払う。
状況によっては相手は精神的な賠償も行える。すぐに賠償金を用意できない場合は荒滝派が代わりに支払うが、その後は制限期間内に仕事で返してもらう。もちろん利子付きだ。返済し終わるまでは荒滝派で所有するあらゆる資産、例えばあんたらの鬼カブトムシや七星召喚の札は凍結される。やだ、俺が悪かった。悪いと思うなら二度とするなよ。それから元太とアキラはどこへ行った？それは荒滝派は同期連士なんだから決して裏切れないんだって親分が言ってた。もしあいつらが八中八斗に触れたら、かばったやつも同じ罪に問うよ。二人は花見坂へ行った。この目で見た。早く行こう。面倒が起きていなければいいんだが。姉子、この俺の過ちを認める態度に免じて。黙ってさっさとついてこい。もしまた逃げようとした時にはどうなるか知らんからな。それ、視界が開けたわね。ねえ、どうしよう。今日は七星召喚で遊べないの？場所を変える？でも橋の下以外で大人にバレないところって言ったらどこだろう。いっそ宵宮姉さんに頼んで選挙してる人を追い出すために花火をあげてもらうのはどう？それは良くないだろう。確かに先に僕たちを追い出したのはあいつだけど。だから悪いのはあいつだろ。ねえ、そろそろ家に帰って宿題をやらないと。勉強しないでカードゲームばかりしてたら橋の下にいる大人みたいになっちゃうかもよ。どうしよう。ここで何してる？出てきな。その姉子。はあ、僕たちの縄張りを奪った大人が出てきたぞ。はあ、ごめんね。今すぐ引き払わせるから。すまない。お前たちの縄張りを奪うべきじゃなかった。せめて正々堂々と勝負すりゃよかったよな。こうしよう。お詫びに俺が七星召喚に付き合ってやるよ。それなら俺も。俺たち荒滝派は福を共に、いや苦しみを分かち合う。だからお詫びも一緒にやる。やめとく。ここで騒いだりしたらそのうち大人たちが来ちゃうだろうし、宿題まだやってないことがバレたらこれから一緒に遊べなくなるもん。それに七星召喚ばかりやって宿題をやらないとまずい大人になっちゃうかもしれないのよ。本当に？まさかこんな風になっちゃうのか？それはかえって宿題をやった方がいいな。こいつら。待て、子供相手に意地を張るつもりか。八中八斗第二条、子供と争うな。八中八斗？なんだそれ。黙っておとなしく聞いておくんだ。違反者は相手に誠意を込めてお詫びし、またそれに対応する保証を行う。被害者に許されるまで集団活動への参加は一切禁止。例えばスミレ売り焼きや豪華会、虫相撲、あるいは七星召喚など。やだ。泣くほどの余力があるのならアキラの居場所を教えろ。それは荒滝派は兄弟のように親密だから
告発なんかできない。特に忍の姉子にはって親分が言ってた。はあ？あ、アキラは城の外へ出た。この目で見た。忍の姉子に睨まれると体がつい新滝派は苦しみを分かち合う。だから叱られる時も一緒だ。城の外、奉行所の同心から聞いた話だと、最近外は騒がしいようなんだが、早く行こう。うまくいけば追いつけるかもしれない。そういえば、なんでこんなに早く姉子にバレたんだ？なあ、守る。まさかお前。ああ、アキラのことは心配だな。早くついてこうぜ。アキラのやつ、普段はろくに走れないくせに。ダメだ、疲れた。最近カイラギが城外でうろうろしてるって情報を奉行所から聞いたんだ。ああ、いずれにせよ早く探し出さないと。城外の地形は複雑だから、ここは手分けして探そう。守ると玄太を落ち着かせて走り回らないよう警告したら、南の方を探してみる。旅人には北を頼んでいいか。あ、感謝する。あんたらはここにいろ。どこにも行くんじゃないぞ。わかったな。わかってる。実際もう走れないし。今は走れないかもしれないが、たとえ回復してもまた逃げようなんて思うなよ。思わない思わない。もう逃げないって。この箱、中に隠れられるかも。え？お前は勘弁してくれ、忍の姉子。え？ああ、びっくりしたぜ。てっきりお前のそばにいると思ってさ。よかった。目をつぶったまま遠くまで走ってきたら、うっかり転んでここに落ちちまったんだ。まさかこんなところに隠れるのに最高の場所があるなんてな。それに大きな箱もいくつかあるし、その中に潜り込めばさすがな姉子も俺を見つけられないはずだ。ああ、告げ口みたいな真似はするなよ。俺ら新滝派は家族のように親しく。友達は助け合うもんだろ。頼む、箱に入ってるものを片付けてくれよ。カイラギ？またまた、姉子は俺を驚かすつもりか。それにカイラギと怒った忍の姉子なら、なんだか姉子の方が怖い気がするぜ。こんなに遠くまで逃げ出したんだから、きっと姉子は怒ってる。ここはしばらく隠れた方がいいと思うんだ。
本当に俺を助けてくれるのか？お前がいてくれれば姉子も俺を許してくれるかも。それじゃあお前についていく。この命はお前に託したぞ。忍ぶの姉子を。南側の調査が終わったのに、あんたらがなかなか帰ってこないから様子を見に来ただけ。その様子だとちょうどいいところに来たみたいだな。助けてくれ、約束したぞ。安心しろ、殴るつもりはない。姉子を勘弁して。え、俺の聞き間違いか。毎日こんなに騒がれたら、たとえ千樹百目があったって足りないよ。それにいくら懲らしめても懲りずに過ちを犯す。俺たちは荒滝派だからな。今日からは波中八頭を活用して風紀を正すことにする。復案はすでにできてるから、整理が終わったらあんたらに叩き込むよ。守と源太は花見坂であんたを待ってる。勉強会でも組んでお互いに暗記できてるかどうか確かめな。マジか、本当に授業をするのか。助けてくれ。荒滝派の男、その時間を暗記と宿題に費やすわけにはいかない。ここは逃げるしかない。また逃げる気？波中八頭第三条、命令に従わぬ者は八頭全将暗唱すること。はっ、早く。それ三郎は子供に札遊びで負けた。納得できないと思った彼は相手の札を掴んだ。これは波中八頭の第何条に違反しているか。負けたのに納得できないだって？この三郎ってのはどこの一派の野郎なんだ。懲らしめてやる。そうだ、潔く負けを認めるべきだ。そんな卑怯なことをするなんてよくないぞ。質問に答えろ。三郎は実在しない人物だ。あんたも来たのか。効果はまだわからないけど、授業では罰を使ってこいつらの余りある勢力を有意義なことに使わせることができる。面倒事を減らしたって観点から見ると、それだけで立派な効果さ。もうすぐ見られるよ。こら、答えは出たのか。子供と争うは第2条だが、所有物の侵害は第1条だったよな。だったら俺が第1条、お前たちが第2条で行く。そうすりゃどっちかが当たるはず。これで処罰を少し減らせる。よーし、じゃあ忍ぶの姉子、俺たちは。ブッブー。三郎は第1条と第2条を同時に破った。またこの事例は第2条36項目の補足説明にも当てはまる。罰としてあんたら全員、今の問題に関係する条目と規則の詳細を3回ほど書き写してもらおうか。やだー。
私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。早く！この箱。え？お、え？てっきりお前のそばにいる。まさかその中に。ああ！告げ口みたいな真似はするなよ！おお！さすが俺たちの相棒だぜ。頼む！箱に入ってるものを片付けてくれよ。カイラギ？またまた。それにカイラギこんなに遠くまで。ありがとうな。箱の中にまだこんなに入ってる。狭いな。やばい、チラシが漏れたぜ。やっと入ったぜ。懐にあるチラシもあちこちに貼り付けちまった。それは諦めるしかないな。なあ、一旦帰って姉子の様子を見てくれないか。彼女が怒りを収めるまでの間、どれくらいこの狭いとこにいなきゃならないか見積もらないとな。狭いな。姉子の怒りはいつになったら静まるだろう。何か見つけたか？困ったな。南の方にも手がかりがなかったんだ。さっき近くの同心に聞いたんだが、例のカイラギたちが物資を密輸してこの近くに隠したらしい。いつ奴らがその物資を取り戻しに来るかわからない。アキラが鉢合わせないといいんだが。木製の箱に入れたって聞いたけど、どうした？そんな顔をして。なんだと？早く行こう。えい！それ！ここなのか？箱はない。足跡だけが散らばってるな。どうやら遅かったらしい。まだそんなに経ってない。それに物資を持ってるからそう遠くまでは行けないはずだ。奴らを追って足跡をたどろう。この先は雑草が生えてるな。足跡も見づらくなっちまった。待て、あれはアキラたちが作ったチラシ。あそこだ。くそ、箱に入ったものはどこに捨てた？多分海に沈んだ。お前、俺たちを邪魔してくれた上、このような気色の悪いチラシをまんべんなく箱に貼り付けやがって。俺たちを舐めてんのか？いや、そんなことはない。取引のできなくなった今、お前にも不快な思いを味わわせてやる。無茶するなよ。俺は荒滝派の人間だぞ。何派だって？荒滝派だ。聞いたことないな。うちの親分はすげえからな。幕府の大将でさえ親分の挑戦に応える勇気はないんだぜ。それとうちの姉子、稲妻とリーユエの両方にたくさん知り合いがいるんだ。それと
お前なのか？それに忍の姉子まで。お前がこいつの言った忍の姉子か？こいつのデタラメがどこまで信じられるのかはわからないが、お前がそれほどすごい奴なら、なぜこのような雑魚のためにこんな苦労をする？荒滝派には雑魚なんかいない。いいか、爬虫ハットその3、誰かに困難があれば必ずどこにいても支援が向かう。爬虫ハット？うちにはそんなものがあったのか？今日からな。わからん、休め。忍の姉子、気をつけて。命は死ぬ。大勢かかっても構わない。ちょうどいい距離。カイラギの裏にパデュイが隠れていたとは予想外だ。この情報を天領奉行に伝えれば、多少なりとも過ちを償うことができるだろう。ああ、姉子、それって今回俺が手柄を立てたってことなのか？ふん、結果から見るとそのようだな。ええ、やっと落ち着きを取り戻せたぜ。だけど、荒滝派の一員として何人かのカイラギとファデュイを相手にしただけで息詰まってどうすんだよ。過ちを償うというのはさておき、あんたの腕ちゃんと鍛えてやらないとね。忍の姉子、いやだ、歓迎してくれ。
たちの古いしきたりなんて。ナグサノリン。それじゃあ、姉御、俺たちは…さ…待った。先月はあんたら…言い訳はいらない。俺たちを助けるんだ…マジかよ姉御…命拾いしたね、あんたたち。今日はまだ用事があるから、残りは明日にしておく。分かったか？明日？は？分かった分かった。どうして見て、俺たちがどうなってもいいのか？それもそうだ。考えれば考えるほど。でも、そうだ。それは。それに万が一姉子にバレたら、いやいや、俺たちはただ見に行って、もし俺たちを信用できないのなら一緒に。ただ見に行くだけなら大丈夫だ。それに、そこっそりついて行って。それじゃあ、姉御、俺たちは先に謝って。早速。待った。先月はあんたら。言い訳はいらない。俺たちを助け。こいつらに同情すること。そうそう、忍ぶの姉御。まずは住民たちに謝らないと。万が一誰かが奉行所に苦情を言ったりしたら、また捕まっちゃうぞ。そしたらまた姉子の手を煩わせる。そうだろ？じゃあまた後で懲らしめてやる。で、チラシをどこに貼ったの？それは志村屋のカウンターに何枚か貼った。食事をする人が見てくれると思って。それにつくも物の掲示板にも。それと、その、いえ、はい、あとは鳴神大社下の参道にも。神に祈るより荒滝派に頼んだ方がいいと思って。でもまだそんなに張ってなかったのに、怖い狐の女が突然後ろから現れたんだ。思い出させないでくれ。とにかく気がついたら俺たちは奉行所にいた。今思い返せば、あの時は奉行所にいて逆にホッとしたぜ。おかげであの女から逃げ出せたからな。あら、あでご顔色が。やっぱあんたらを先に地獄に送ってやろう。もう懲らしめる程度じゃないのか。このまま地獄へ送るのか。助けて。ダメだ、神社だけはダメだ。姉子、俺たち先に勘兵衛のじいさんに謝ってくるから。じゃな。あ、そうだ、あと葵の旦那にも。置いてかないでくれ。
こいつら普段はろくに走れないくせに。よりによって神社にちょっかいを出すとは。ここはこらえてでも行くしかないのか。私も付き合いがないわけじゃないが、まあいいだろう。あんたがいれば話もしやすくなる。あの神社には一秒も長居したくないんだ。とにかく一緒に行ってもらうぞ。わっぱではないか。どうしてここに？ほう、珍しい客人もいるようじゃな。うん、宮司様、この度は荒滝派の件でお詫びに参りました。責任を持って私たちがチラシをすべてお片付けいたします。また神社に損害賠償もお支払いします。宮司様、どうか彼らの無礼な行為をお許しください。ああ、その件か。やれやれ、これは困ったもんじゃの。何せここは鳴神大社じゃ。あのような行為、重く言えば将軍への不敬じゃぞ。こういうのはどうじゃ。わらわは何じらのチラシを片付けるためにすでに巫女を一人手配したんじゃ。じゃから神社は今人手不足での。代わりに何時が巫女として神社で一日奉仕するというのはどうじゃ。お断りさせていただきます。ほうほう、即答じゃな。でも本当に良いのか。この件が天守閣の耳に入れば。それは。おや、わっぱよ、わらわのことを信じてくれぬのか。わらわは傷ついたぞ。はあ、仕方があるまい。ならば片付けに行く巫女を手伝ってやってくれ。何じらの言ったようにチラシをすべて片付けてきてくれればよい。どうじゃ、寛大じゃろ。確かにこの女がやることとは思えない。でもチラシを片付けるのはもともと荒滝派が責任を持ってやるべきことだ。それにどんな意図があったとしても巫女をやらされるよりはマシだ。付き合ってくれて感謝する。ここからは私一人で大丈夫だ。決まったか。撤回は許さぬぞ。片付けに行かせた巫女はここからそう遠くないところにおる。まあ行けばわかる。絶対見間違いはせんじゃろ。なんといっても何時の姉みゆきじゃからの。姉上だと。ではな、わっぱらよ、せいぜい頑張るのじゃ。ああ、やっぱりはめられた。ちょっと言いづらいんだが、もう少し付き合ってくれ。それと今からあんたは荒滝派の首席顧問な。悪いが、これには複雑な訳があるんだ。とにかくここを出て彼女を探そう。なる神様、あの人が無事でいられますように。よっ。
当然です。これは八重様から直々に任された仕事なんですから。ん？旅人さんでしたか。お久しぶりです。八重様からこの山にあるチラシをすべて片付けるという新たな指示をいただいたんです。神社の周りにこんなものを貼るなんて、まったくもう誰がやってくれたんですか。あれ、後ろにいるのは、うん、久しぶり、姉上。忍、あなた、やっと戻ってくる気になったの？いや、違う。今回は、別件できた。そんな、家族みんな心配してるんだよ。言葉はきついかもしれないけど、本当は。元気でいるから、心配無用って伝えといてよ。ダメだよ。リーウェから戻った後、とある集団に入ったって神社に来る人から聞いたよ。それに良くない噂も。ありえないとは思うけど、まさかその人たちに騙されてるわけじゃないよね。その件だけど、私が今いる集団は実は真面目に運営してる国際的な団体なんだ。本当に？うちの団体には各国からエリートが集まってる。例えばこちらの旅人、モンドとリーウェイを合わせた中でも最も優れている方だ。で、今はうちの首席顧問を務めてる。確かに八重様から天下に名を馳せた旅人がいると聞いたけど。なるほど、あなたのことだったんですね。そう、リーユへまで足を運んだ理由の大半はこういった友人を作るためだった。なるほどね、納得した。で、あなたたちの団体名は？新滝派。え、新滝派？どこかで見たことがあるような。それってチラシに載ってたやつじゃない？うん、聞いてくれ。これは単なる宣伝事故なんだ。今回神社へやってきたのも誤解を解くためだ。うちの団体は稲妻での活動期間がまだ短くて、いつも誤解を招いてしまうんだ。うちの精神と理念をより広めようと地元の団体にも宣伝をお願いしててさ。ただやり取り中にミスがあったかもしれなくて、今回はこのような結果に至ったわけだ。今回の件、ほとんどは外注のミスなんだけど、責任を担う大きな団体として、やっぱり自ら謝って後片付けをした方がいいと思ったんだ。だから、ここは私たちに任せて、姉上は神社に戻るといい。ダメ。これは八重様から直々に任された任務なの。それじゃあ、一緒に片付けよう。新滝派のことももっと聞きたいから。あの女、こんなことまで予測してたっていうのか。ああ、分かった。このチラシの粘着性は弱いから、水で濡らすか強い風を当てれば簡単に取れるよ。熱血新滝派、夢があるなら来い。なんていうか、あなたたちのチラシの画風は。これは最近モンドで流行りの抽象画風とリーウェの水墨技法を混ぜたものなんだ。大金をかけてプロの絵師まで雇ったら、結果的にこんな前衛的なチラシに仕上がったんだ。だけどこれこそが、私たち新滝派は斬新な活動に取り組んでるってことを表してる。なるほど。
荒滝天下第一一都叶う相手なし。こちらの荒滝一都ってあなたたちの稲妻でのリーダーなの？彼の噂なら少し耳にしたことがあるんだけど。うん、荒滝さんは英明で知恵者で団体の顔なんだ。当然彼を貶めようとする競争相手が数多くいる。ただ彼は自由で気さくで細かいことは気にしない。それに鬼族って身分を抱えてると声を上げにくいことがたくさんあって、でもそういう不正確な言葉に対して私たちは訴訟を起こす権利を持ってる。そうなんだ、大変だったね。荒滝派の船員は喧嘩上手で弁も立つ。その後は船員の紹介？守、玄太、明。そういえば船員がたくさんいるのにどうしてあなたと主席顧問がわざわざ謝りに来たの？あ、それは神社と宮司様に誠意と謝罪の気持ちを表すっていうのが一つ目で、二つ目は他の船員はこの件について外中の人と直談判するっていう大事な仕事が残ってるからなんだ。守たちは、そう、法律と交渉の点で私よりはるかに優れてるから彼らに任せない手はないだろ。忍よりもプロなの？さすが荒滝派だね。よし、この辺は片付けましたから山を降りましょう。急がなくてもいいのよ。あんたたち、なんでここに？忍の姉子、すまなかった。俺たちが間違ってた。姉子を神社に一人で残すわけにはいかない。まだ怖くて足の震えは止まらないけど。しっかりしろ、アキラ。これからあの女に謝りに行くんだぞ。アキラ？姉上、あいつらをほっといて麓の方を片付けに行こう。忍の姉子、ご安心を。下のチラシなら俺たちはすでに片付け終わったからな。え、すべてを？忍と旅人さんしか来ていないのではなかったんですか？俺たち町で住民たちに謝った後すぐかけてきたんだ。何しろこれらは俺たちがやっちまったことだからな。親分にチラシを書かせてあちこち貼って捕まっちまって、これら全部俺と守、それに健太が思いついたことだ。だから姉子一人であの女と立ち向かわせるわけにはいかない。守と健太捕まった？親分に書かせた？ああ。忍、これは一体どういうことなの？まさか私が聞いた噂は？ああ、大半は本当のことだよ。それじゃあなた本当に誰かに騙されて？こんなこと家族に知られたら。いや、私は自分の意志で決めた。さっきホラを吹いたほどじゃないけど、ちゃんと毎日楽しんでる。家族に言いたければ言えばいいよ。荒滝派にいることが恥知らずとか、才能の持ち腐れだとか、思ってないから。それに、私を連れ戻したって、また逃げ出してみせるから。この雰囲気、俺たち、またやっちまったのか。彼女、忍の姉子をさらう気なのか？おい、神社に迷惑をかけたのは俺たちだ。姉子とは関係ない。あの女は、あの女を呼んでこい。あの女なら
俺たちがやったってことを証明してくれる。あなたに何て言えばいいんだろう。まあ家族の方は内緒にしてあげるから、そんな固くならないで。え、あなたも子供じゃないんだもの。旅したところや知り合った人はきっと私たちよりも多い。どんな決断をしたとしても、それはあなたが選んだ道だから。噂はやっぱり心配だよ。でも彼らは八重様を怖がっているにもかかわらず、あなたのためにここへ来たんだね。あなたが荒滝派を選ぶんだったら、以前私に言ったことを全て実現できるように頑張って。お姉上、今度はどうした。いや、わからない。でも雰囲気から見ると、しばらくはあの怖い女を呼ばなくて済むってこと。それに旅人さんも荒滝派に入るのなら、荒滝派今後の発展にも期待できそうですね。うん、首席顧問、荒滝派における今後の発展についてこっちでゆっくりと話そう。でもいいのよ。急がなくてもいいのよ。おや、わっぱではないか。どうしてここに。ほう、珍しい客人もいるようじゃな。うん、宮司様、この度は荒滝派の件でお詫びに参りました。責任を持って私たちがチラシをすべてお片付けいたします。また神社に損害賠償もお支払いします。宮司様、どうか。ああ、その何せここはなる、こういうのは代わりにお断りす。ほうほう、ふむふむ、わっぱよ、少し見ぬ間に随分成長したようじゃ。確かに誰に弱みを握られようと構わないが、この女だけは。わかりました。それでは一日だけ巫女奉仕させてください。ただし今回だけです。それから巫女装束は絶対来ません。絶対にです。はあ、それは残念じゃな。おい、なんであんたまで。まあそれでよい。神社にはすでに何人か参拝客が来ておる。しっかりご奉仕するんじゃぞ。奉仕のやり方は分かっています。ほう、急に身を翻すとは釣れないの。待った、わっぱも一日巫女として奉仕せぬか。わらわの神社なのじゃから、わらわが決めてよいしゃろ。それにあやつを一人でここに残していくつもりかの。やっぱりあやつと一緒にいたいんじゃろ。安心するがよい、報酬はきちんと払う。特にわっぱの分は期待してよいぞ。
んなリスクを負って本当にいいんでしょうか。ん？あなたたちは？巫女さん？今の巫女ってそんなに多様なんですか？さすが鳴神大社ですね。実は最近海外の商船に投資すれば3ヶ月以内に資本金の4割ほどの利益を得られるといううまい話を聞きまして、友人の何人かはすでに報酬を得ていて私を投資に誘おうとしているんです。しかしなぜか分かりませんがどうも安心ができなくて、それでこうして鳴神様の意見を伺いに来たんです。でもここのおみくじの結果って良し悪しがはっきりしないのでさっぱりわからないんですよ。神社のおみくじというのは大抵どちらにも解釈できるように作られているんです。それって神様は明日もおみくじを引けって言うんですか？明日が外れたらまた明後日も？このような時間があるなら祖先のことをもう少し調べてみてはいかがでしょうか。架空の投資を作り出し短い期間で高い報酬を約束してくれるという詐欺を聞いたことがあります。しかし実際は新たな投資を前の投資者に報酬として支払っているだけなのです。利益を享受している人が実際に存在するとわかれば新規加入する投資者はどんどん増える。最終的に引き際を決めた詐欺師がモラを持って行方をくらますまで。言われてみれば商船の具体的な航海ルートや計画については確かに聞いていません。海外の言葉を使って肝心な情報をごまかせば調査されるのを防ぐことができます。これも詐欺でよく使われる手口ですね。そうなんですか？はあ、鳴神様よ、軽々しく話に乗らず本当に良かったです。きっと神様が私の悩みを聞いてくれたからですね。そうですね。巫女さんありがとうございます。そういえば以前神社へ来た時も似たようなアドバイスをいただいたような気がするのですが、残念ながらその巫女さんはその後姿を見せなくなりました。そうですか、それは残念でしたね。でも今はかえってあなたのご友人にも注意して差し上げた方がいいかと。あ、そうですね、今すぐ戻って彼らにも気をつけるよう伝えてきます。彼の友達も罠にかかったと自覚してくれたらいいが。そっちにも参拝客がいる。行ってみよう。視野が広がったからといって考え方まで広がるとは限らない。あれ、君たちは巫女？今の巫女ってなかなか斬新な感じなんだな。これは編集長様のアイディアなのか？道理で並大抵じゃないはずだ。はあ、僕なんか何を書いても斬新さがなくて神社にひらめきを求めてくることしかできない。ではひらめきは降りてきましたか？いや全く。きっと私の信心が足りないんだ。明日またお参りに来れば神様もきっとお心を動かしてくださるだろう。各地を歩き回ってみようとお考えになったことはありますか？ひらめきというのは日々の積み重ねから生まれます。いろんなところを巡ってたくさんの人と話せば読者に届けられる物語も増えるでしょう。ずっと同じ場所にとどまって同じものに触れていては斬新なものが書けなくとも無理はありません。
確かに、もう長い間外に出ていないな。ところで、こちらの巫女さん、どこかで見たことがあるような。以前、この神社で会ったことはあるかな。いいえ、見間違いかと。顔認識能力の低下も、長い間誰とも交流していないために起こった問題ですよ。そんなこともあるのか。今すぐ荷物を準備して旅に出るよ。顔認識能力の低下は本当かって。人によるかな。それより新しい参拝客が来たみたいで、早速行こう。おばあさん、少々お待ちください。すぐ手配しますね。急がなくてもいいからね。どうしましたか。あ、ちょうどいいところに来てくれました。こちらの方はもうすぐ出国するお孫さんのためにお守りが欲しいそうなんですが、今はお守りが足りなくて。あなたたち用意してもらえませんか。守り袋と紐は社殿の脇で探してください。ナイフの紙札については牧に聞いてください。ご神事の入れ方と作り方に関しては言わなくても大丈夫ですね。はい、これで十分です。ああそれじゃあお守りはお願いするわね。おばあさんを連れて長寿者に行きますので、後ほど神王の前で会いましょう。あらあら、ごめんね。なる神様のご加護で万事順調でありますように。ところに紐があるなんて。ナイフの紙札なら私も何枚か持っていますよ。でも今は筆を持っていなくて。大丈夫ですよ、私が書きますから。あの人が無事でいられますように。よし、守り袋を手に入れた。これで全部だね。じゃあばあさんに渡しに行こう。戻ったのですね。お守りは用意できましたか。ナイフがまだですので少々お待ちください。さあおばあさん、ここでお祈りをしてください。なる神様、どうか孫娘の旅立ちにご加護を。ああ。こういう時はきちんとした巫女が必要だから、私よりも稲城さんに任せた方がいい。凡人にはどうにもならないこともあるし、こういう時は神に祈るしかないだろ。それにお守りをもらった孫娘だってきっとばあさんの気持ちを分かってくれる。そしたら多少なりとも気をつけて行動するだろ。
結果から見ればいいことさ。私が気に食わないのは、自分で努力も考えもせず、ひたすら神頼みで自身と周りにいる人間を無視するやつだけだ。いや、別にそれとは関係ない。私が巫女を辞めたのは、ただ好きになれなかっただけさ。それより、あっちが終わりそうだ。ばあさんを送ってやろう。本当にありがとうね。来年孫娘が帰ってきたら、きっとあの子を連れてがんほどきをしに来ますからね。おばあさん、そうかしこまらないでください。お帰りの際は足元に気をつけてくださいね。うん、分かってるわ。心配はいらんよ。この道には慣れてるからね。そういえばこちらの巫女さんに礼を言ってなかったわね。お守り用意してくれてありがとう。孫娘に必ず持つよう伝えるわね。どういたしまして。これは私の責務ですから。もう長い間神社で会ってないけど、やっと戻ったのね。え？おそらく人違いです。あら、そう。もしかして、私ったら耳まで悪くなっちゃったのかしら。おかしいね。声は以前と同じに聞こえたんだけど、あんまり喋らない巫女さん。はあ、とにかく来年がんほどきに来た時にはまたあなたたちの声を聞きたいわ。あ、はあ、ああ、ずっと前家の事情で巫女の見習いをしてたことがあるんだ。残念ながら思い出という思い出はないな。ただ家から出るたび礼儀正しくとか規則を覚えろとか言われてた覚えがある。神社から帰るたびに参拝客を怒らせていないか、礼儀正しくしているかと聞かれた。行ってらっしゃいとかお帰りの一言も言ってくれないんだ。その後私は怒りに任せて神社を出た。巫女以外の仕事を探すために財務を学んだり、編集の仕事をやったり、料理人の資格を取ったりしてきたよ。普段綿棒で顔を隠してるのも誰かにバレて質問されるのがごめんだからだ。さあ、雑談はここまでだ。そろそろあの女のところに戻って報告しようぜ。実に面白い芝居を見せてくれたの。引き続き巫女をやってみぬか。あるいは八重堂で編集の仕事をするというのはどうじゃ。こんなに面白い人材やすやすと手放せ、逃すのは惜しい。仰せの通りにはいたしかねます、宮司様。神社と八重堂の待遇は良いものですが、私には合いませんので。うむ、まあよかろう。何時を無理やりそばに残しても面白きものをつまらぬものに変えてしまうだけじゃな。ほら、これは約束しておった給料じゃ。モラはきちんと払うぞ。給料ですか？私は結構です。本日は謝罪に来たのですから。安心するがよい。あいつらが迷惑をかけてくれた分はすでに差し引いておる。この給料を今受け取らないというならば、後でこの包みを誰かに荒滝浜で届けてもらうしかないかの。うーむ、誰にしようかの。みゆきか。宮司様のお手を煩わせる必要はありません。給料、
ありがたく頂戴します。それがよい。わっぱはどうじゃ、断る理由はないじゃろう。そう来なくてはのう。あ、それともう一つ、この包みは神社を離れてから開けるのじゃぞ。そうでなければ不幸があるぞ。急がなくてもいいのよ。ここまで来たら大丈夫だろ。あの女はいつもあんな感じだ。中に入っているのだってただのモラかもな。それじゃあ開けるよ。やっぱモラだけじゃん。あれ、いや、なんでもない。ただモラの数に驚いただけだ。巫女の仕事ってかなり稼げるんだな。当たり前だ。自由はモラなんかで買えるもんじゃない。あんたの分は差し引かれてないからもっと多いだろ。あれ、薄い一枚しか入ってないな。待て、何笑ってるんだ。この世を渡り歩くには